初代及び二代目、マティス・マティスは、ゼネラルモーターズ参加にある韓国の自動車メーカー、韓国 GM が製造、販売する、欧州 A セグメント級の小型車の旧車名で、2011年3月以降の車名変更に伴って、シボレーブランドに置換され、韓国内における車名も、シボレースパークとなった。韓国国内では、日本の軽自動車に相当する軽車というカテゴリーに、 属する。マティス左ハンドル仕様、マティス初代マティスは三代目鈴木アルトをベースにした、キコの後継者として1998年にデビューした。ジュージアーロがデザインしたボーディは、もともとはフィアット社向けにデザインされたと言われている。エンジンは3気筒 800cc で、これは鈴木製の F8C 型エンジンの改良型が搭載されている。ヨーロッパを中心に輸出され、 140万台以上も売れた。2002年にはマイナーチェンジが行われ外装が変更になった。韓国では CVT 仕様も追加されたが日本ではトルクコンバーター式オートマチックのままであった。また日本のチューナートミーカイラーが同社をベースにしたコンプリートカートミーカイラー M08 を発売したことがあった。中国では GM グループの植木通用。 ご両疑者によって、学派生として、現在も製造、販売が行われている。シムキッチンによっては、シボレーブランドからスパークの社名で販売されていた。マティス2005年にフルモデルチェンジを実施し、2代目に移行。エンジンは3気筒 800cc と4気筒 1000cc の2本立て。韓国国内では、旧モデルの差別化から、オールニューマティスと表記される場合がある。 2006年にノーマル仕様と若干外装などが異なるグレード SE が韓国国内で追加された。日本では2006年に名古屋ドームで開催された名古屋輸入車ショーで初披露された。2007年には韓国内でキムテヒが CM に出演し CM に登場したマティスがオークションにかけられた。メキシコではポンティアックがマティスジーニとして 販売を行っていた。シボレースパーク・マティス・クリエイティブ2009年1月の北米国際オートショーにて新型シボレースパークが世界初公開された。続いて3月のジュネーブモーターショーで欧州発公開され、翌4月にはソウルモーターショーで GM ダイブ版が初公開された。新しいスパーク・マティスは 従来型以上に GM グループの世界戦略者としての使命を任されることになったため、2年3ヶ月の開発期間と2,950億ウォンにも及ぶ開発費用が投じられた。外観は2007年のニューヨーク国際オートショーに出展された先行コンセプトのシボレービートをほぼ踏襲している。韓国では8月19日に正式に発表され、9月1日から発売開始した。 旧モデルとの並売となり、M200 はグレードを大幅に整理された上で、マティスクラシック、M300 はマティスクリエイティブとそれぞれサブネームが付加されて販売されていたが、2011年に社名が韓国 GM となったことを受け、マティスクリエイティブがシボレースパークに置換されると同時に、マティスクラシックは廃止された。パワートレインは1リットルエンジンと4速 AT が、 組み合わせられ、経営者として販売される。2010年1月、デリーオートエキスポ2010にて、インド使用者が発表された。社名は、コンセプトモデルと同じビートとなり、スパークと併売される。合わせて、スパークの EV 版も発表された。2010年10月、シドニーで開催される、オーストラリア国際モーターショーにて、合衆使用者が、 ホールデン・バリーナ・スパークの社名で発表された。2011年3月、GM 大有ブランドの廃止に伴い、韓国仕様の社名を、マティスから、シボレー、スパークに変更。2013年5月16日、韓国で、可変バルブ機構とタイミングチェーンを採用した、新開発の1.0リットルエンジン、ジェンニとジアトコ製 CVT、シーテックを組み合わせた。 スパーク S を発表。フロントリア2015年4月3日のソウルモーターショーにて新型シボレイスパークが世界初公開され、その2日後の4月5日にはニューヨーク国際オートショーでも公開された。その後、7月1日に韓国でザネクストスパークのキャッチコピーで発表された。内外装のデザインは韓国 GM デザインセンターと GM グローバル軽自動車開発本部の米国ーレン技術研究所との合作により完成した。仙台後期からのキャリーオーバーである1.0リットルジェンにガソリンエンジンにジアトコ製、シーテック及び5速マニュアルを組み合わせる。最上グレードには前方衝突警告システムや車線離脱警告システムなどの先端仕様も備える。なお、 今回から2014年に生産が終了したオペル、ボックスホールアギーラ及び、欧州から撤退したシボレースパークの代替として、オペルカールとボックスホールビバが兄弟車として加わる。日本では1999年にヤナセとダイウ自動車の合弁の株式会社マティスが輸入を開始した。日本での社名はマティスもしくは GM マティスで、広告やカタログには、ダイウ、デイウー、 デイウの文字は出ていない。当初は右ハンドル仕様をメインに輸入していたが、意外にも左ハンドル仕様を求めるユーザーが多く、左ハンドルのラインナップを強化したという。2006年に日本仕様も2代目にモデルチェンジ、800cc エンジンと 1000cc エンジンが選択可能になった。ありがとうございます。